山口多門、山口多門、山口多門、1892年、明治25年8月17日から1942年、昭和17年6月6日は、日本の海軍軍人、海兵40機自席、海外24機自席、ミッドウェイ海戦において戦死。最終階級は、海軍中将。1892年、 明治二十五年八月十七日、東京市小石川区に旧松江藩市、山口宗義の三男として生まれる。名前の多門は、楠木正重の幼名、多門丸から取っており、幼少の頃父から、オークス公のようになってもらいたいと悟された。1909年、明治四十二年三月、改正中学卒業。開校以来の秀才と言われた。 1909年、明治四十二年九月、海軍兵学校四十期に百五十人中二十一位の成績で入学。同期に、大西滝次郎、宇がきまとい、忠武雄、岡信などがいる。棒倒しの奮闘では、大西と総兵記と言われ、剣道は、兵学校で、最高の一級であった。1912年、明治四十五年七月、百四十四人中自席の、 成績で卒業し、少位候補生となる。1913年、大正2年12月、少位任官。1914年、大正3年5月、防護巡洋官、筑馬乗組。1915年、大正4年2月、戦官、秋乗組。1915年、大正4年12月、中位に昇進し、海軍法術学校普通科学生となる。 1916年、大正5年6月、海軍水雷学校普通科学生となり12月に、第3潜水隊付1918年、大正7年5月、第2特務艦隊司令部付となり、第1次世界大戦に参加、地中海での連合国艦船,船護衛の任に当たり、大戦後、戦利艦である、有望と開港要員を経験した。7月、駆逐艦。 歌詞乗り組み。12月、大尉に昇進。1919年、大正8年1月、旧ドイツ帝国潜水艦海公員。7月、横須賀防備隊付十10月、五防備隊付十12月、海軍水雷学校高等科学生。1920年、大正9年、佐世保防備隊付九1921年、大正10年2月。 アメリカ駐在、1923年、大正12年5月、被告。6月、戦艦、長門分隊長。12月、海軍潜水学校教官研分隊長。1924年、大正13年12月1日、少佐に昇進。海軍大学校講師学生、24期。この頃、海軍大学校同期の五十嵐恵と。 両邸に出向いた際に、山口は四人前の料理を頼み、それに、井原氏が、今日は、予想で食べてきたので一人前減らしてくれと頼む。すると山口が、俺が三人前食うつもりで注文したんだと言い、本当に三人前の料理を平らげてしまったという、逸話ある。1926年、大正十五年三月、第一水雷戦隊司令部付、1月日、 海軍大学高校主学生24期を自席で卒業。12月第一水雷戦隊参謀。1927年昭和2年11月軍令部出資。第一班第二科部員着任。1928年昭和3年12月中佐に昇進。1929年昭和4年11月ロンドン海軍軍縮会議。 全県委員随行委員。山本56と共に、条約締結に強行に反対している。1930年、昭和5年7月、慶順洋館、由良副長。11月、第一艦隊参謀県連合艦隊参謀。1932年、昭和7年9月20日、妻、敏子が三男を出産後に休止。その後、 山本五十六の紹介で四ヘッツイ、高助の名である高子と再婚した。多門は講師を出来合いしており、戦地から二百五十通に上る手紙を講師に送っている。十一月、海軍大学校教官。十二月、大佐に昇進。百三十四年、昭和九年六月、米国在勤日本大使館付部官。東部駐在によれば、 山口は情報収集に熱心だったが、その後軍令部や連合艦隊がその情報を活用するように働いてくれなかった。そこがダメだったと思う、という。1936年、昭和11年10月、帰国。1936年、昭和11年12月、軽巡洋艦、伊スズ艦長。1937年、昭和12年7月、 シナ事変勃発。12月、戦艦、伊勢艦長。1938年、昭和13年11月15日、少将に昇進し、軍令部出資。12月、第5艦隊参謀長。1939年、昭和14年11月、第1艦隊司令部付。12月戦艦、長戸上艦。1940年、 昭和15年1月15日第一連合航空隊司令官。大西滝次郎の案で大西を司令とする第二連合航空隊と共に第一空襲部隊を編成し、山口がその指揮官を務め、101号作戦、重軽爆撃を開始する。5月12日、山口は巡視官以上の搭乗員に、これから開始する101号作戦では、 兵力が半減しても重慶に連続猛攻撃を加え小海石政権を壊滅させると訓示する。爆撃を護衛戦闘機がないまま強行したために大きな犠牲を出してパイロットからは人殺したもん丸と呼ばれた。重慶爆撃に関して大西が日本は戦争をしている。イギリスは負けている。アメリカも戦争に文句はあるまい。絨毯爆撃で結構と言い,い。 山口は中央からの指示もあったため、重慶には各国大使館もあるし慎重にと言って、二人は喧嘩になったが、山口が俺も徹底したいけど中央が言うからと漏らすと、大西もそれが戦争だよなと答えた。7月10日、山口は重慶爆撃を強行しようと考えたが、大西は一週間待てば援護戦闘機がつけられると反対して対立する。山口が折れて、 あとに、大西は、源田稔に対し、山口の方が一枚上手だったよと回想した。7月中旬、横山保津以下6機の十二種艦上戦闘機、冷戦が観光に進出してきた。横山は、この新鋭機の重要なトラブルを事前に解決する、必要があるとして、実験飛行を実施した。101号作戦を遂行中の山口、大西両司令官は、 なるべく速やかに十二支艦船で、敵本拠地の敵戦闘機軍を撃滅せよと命じた。護衛のない中高隊からすれば、敵戦闘機軍の撃滅を熱望するのは当然だったが、まだ納得できない横山は事情を説明して、猶予をこった。しばらくして司令官たちは横山を呼び出し、貴様は命が惜しいのか、と挑発的な言葉をぶつけたという。1940年。 昭和15年11月1日、第二航空船隊司令官に着任。11月14日、高須志郎、前、第二図解士官隊司令長官、山口多門、前第一連合航空隊司令官、大西滝次郎、前、第二連合航空隊司令官宮城において、昭和天皇に越見、その後は、天皇、伏見宮広安王元水と御三を共にした。 1941年、昭和16年4月10日、日本海軍は、第一航空艦隊、司令長官、長雲忠和中将、三望長、草坂隆之介少将、三望元、多実中佐ほかを、新編、第二艦隊所属だった第二航空戦隊も、第一航空艦隊に編入された。9月、海大図上演習で第四艦隊司令長官、井上成美中将は、 ラバウルを確保するにはソロモン、東部ニューギーニアに前進基地を確保する必要があると考え、ラバウル攻略後は、ライサラモアまで進出することを主張した。これに対して、山口は、連合艦隊参謀長、宇垣きまとい中将と共に、消極的な意見を述べ、攻略範囲は決まらなかったが、連合艦隊はそれらを加味し、他方面が有利に展開するなら早く実行するとした。 山口の第二航空戦隊、機関、総流は、引き続き、第一航空艦隊、通称、ナグモ機動部隊に所属して、真珠湾攻撃作戦に参加した。山口は、朝も夜も、航空部隊に猛訓練をさせて事故が多発し、基地がいた門、人殺した門と呼ばれた。軍令部からの要請で、ハワイ作戦に、航続力の優れた、空母三隻、加賀、昇格。 随格と第一航空戦隊と第二航空戦隊のパイロットを乗せ、二航船には五航船パイロットを乗せて、フィリピン方面作戦に参加させる案が練られる。この案を知った山口は、もし艦隊司令部でそういうことをやるなら、自分としては自決する以外に道はない。今まで訓練してきた人と飛行機を取られ、母艦だけ残されては部下に合わす顔がない。日航船、掃留。 飛竜の構造力が足りないのならば、雪だけ一緒に行き、攻撃の後は置き去りにしてくれて構わないと反対した。第一航空艦隊は、最終的に空母六隻案でまとまり解決した。山口は、ネルソンの機関見えず戦闘の処置に困りたる時は敵艦に横付けして死闘をなせ、しからば、世の意図に合致戦ということを信条としており、10月には、 次局は重大な天気を迎えている。十年兵を養うには一にこの日のためである。金魂一番、実力の寛容に努めよ。戦場においては混戦となり、信号も届かない場面もあろう。その時は、躊躇なく敵に向かって猛進撃すべし。それが司令官の意図に沿うものであると軍示した。12月7日、真珠湾攻撃は成功し、 大戦果を収めた。山口は攻撃後、第二撃準備完了と、信号した。機動部隊指揮官、南雲が再攻撃準備を命じたまま攻撃を、加齢しないので、南雲長官の今までの言動から再攻撃の意思がないものとみて、それとなく催促したものという意見もある。一方、一高官参謀だった、吉岡忠和は、この信号は、 準備をして知らせる決まりがあったため行動であり、山口の再攻撃武信は、それが伝説化したのだろうと語っている。山口の爆僚の証言によれば、搭乗員や航空参謀から再攻撃の意見が出され、意見武信をするようずよく要望されたが、山口は、長茂さんはやらないよと漏らして、意見武信を行わなかったという。期間中に連合艦隊から、ミッドウェー島基地を攻撃し、 再使用不能にして帰るように命令があったが、その達成が不可能と判断した南雲は攻撃へ向かわなかったので、山口は信号を送り、直断しようとした。これが、第二攻撃武進と誤って伝わったのではないかという意見もある。その後、第一航空艦隊は難進して、連戦連勝を続けた。山口も12月中旬の第二次和ク党、攻略作戦支援、同作戦は、 第八戦隊司令官、安倍高機少将の指揮下、九百四十二年、昭和十七年に一月の安本ンン攻撃、二月十九日のポートダーウィン攻撃、三月のジャワ海総統戦、四月のインド洋作戦に参加した。二月、山口は、試験として、うがき中将などに、航空主兵に徹底した艦隊編成を航空整備進捗状況に合わせて拡大し、 対米作戦を積極的に進めて、アメリカを屈服させるという意見書を提出した。二段作戦の研究では、米本土空襲を提案している。山口案は、5月にインド用地占領。7月に、フィジー、サモア、ニューカレドニア及びニュージーランド、オーストラリア用地の占領。8、9月アリューシャン占領。11、12月ミッドウェー、ジョンストン。 パルミラ占領。12月1943年昭和18年1月にハワイ占領。その後パナマ運河を破壊。カリフォルニア州油田地帯占領。北米全域爆撃という計画であった。第一航空艦隊が帰国するとすぐにミッドウェイ作戦が命令された。ミッドウェイ作戦を知った山口は太平洋のアメリカの艦隊を壊滅できると 乗り気であった。しかし、準備期間が短く、搭乗員の連成など準備が間に合わないことを理由に、山口は、原が実る中佐と共に反対したが、山本五十六以下連合艦隊司令部は聞く耳を持たなかった。さらに、4月29日に、戦艦、大和で行われた、作戦研究会で、山口は、第一航空艦隊のような集団を、空母3隻で作り、 その集団四つほどで、臨境陣を行い、車がかりで襲来する、空母部隊の構想を提案する。提案は、両とされ、生産状況から近く実現できるものであったが、ミッドウェイ作戦を急いだため、後回しにされて実現しなかった。また、山口と海兵同期のうがきまとい、当時、連合艦隊参謀長によれば、山口第二航空戦隊司令官は常に、 機動部隊として活躍したるが、第一航空艦隊の思想に飽きたらず、作戦実施中もしばしば意見具心を成したる、事実あるとともに、計画以外妙器を把握して、戦火の拡大を図り、あるいは状況の変化に即応すること絶無なること余配に、語りしこと三回によべり、彼のこと大ね主導にして余配と考えを一にし、今後も大いに意見を具心すべきを告げたり、 なお艦隊司令部は、誰が握りいるやの質問に対し、長官は一言も言わぬ。参謀長、千人参謀等どちらがどちらか知らぬが、奥空や戦であると答えたりという。6月上旬、ミッドウェイ作戦に二航戦司令官、機関、飛竜として参加。6月5日、ナグモ機動部隊から発進した第一攻撃隊が、ミッドウェイ等基地攻撃中、トネイ4号機は、 敵らしきもの10隻未湯の報告を発する。トネ偵察機は敵兵力は巡洋艦5隻、駆逐艦5隻と報告した後、約30分後に敵はその後方に空母らしきもの1隻を伴うの報告を入れた。現地時間7時15分から始まったミッドウェイ島基地攻撃用の陸上爆弾への艦載機の兵装転換は7時40分の45分に1時。 停止させていた。トネサク敵機が報告した敵らしきものがアメリカ機動部隊と判明すると山口少将は一国を争う状況と判断して駆逐艦の訳けを中継しあらゆることを放棄し幻想備の陸用爆弾のままですぐに攻撃隊を発進させるように進言した。ナグ司令部は敵との距離、誤情報や護衛戦闘機の不足、陸用爆弾による効果の低さ、 帰還したミッドウェイ基地攻撃隊の収容を優先させ、山口の震源を却下し、雷装への並走転換を命じた。第二航空戦隊通信参謀だった安井新次少佐によれば、自家地に攻撃隊を発進のよう、ありと任務の形で山口自ら帰案し、普通は帰案は参謀に任せる、発進するように二航線航空参謀の橋口、高市少佐に指示したという。 赤木の発着式書で一交換司令部の様子を伝聞していた淵田中佐も同じ文面で証言している。一交換航空参謀だった源田中佐一交換信号員だった橋本博史日英特派員として赤木に乗船していた牧島定一記者は汚抜けた文面を証言している。一方で飛竜の手の平交換長だった田村史郎兵曹長によれば 山口少将から発進の指示を田村が直接受けたとして文面は幻想日のまま地家地に攻撃隊を発進せしむるを死闘と任務であり、南雲長官が来装準備が完了するまで出撃を引き伸ばさないよう促していたという。2> 第二次攻撃隊発艦準備中、南雲機動部隊は SBD ドントレス急降下爆撃機の奇襲により空母三隻赤木、 かが、総流が、大破、炎上する。第八戦隊機関、とね、司令官、安倍高機少将と、機動部隊全艦に対し、山口は、我ら今より、航空船の指揮を、失ると発行信号を発し、また、飛竜艦内には、赤木、かが、総流は被爆した。本艦は、今より全力を上げ、敵空母攻撃に向かうと通報した。二航戦線に三謀を。 伊藤正六中佐の手記によれば、山口は攻撃隊搭乗員に、飛留一艦、少数の飛行機をくつて、敵空母二隻に全艦隊のあだを報じ得た、類晴れなきにあらず、低通りでやつて来い、俺も後から行くぞと訓示した。山口は、実績指揮官の第八戦隊司令官、安倍幸喜少将の命令を待たず、航空船を観行、敵空母との間合いを詰めて、 敵が攻撃を終えた機体を収容する時を狙い、来撃準備を終えた部隊で攻撃した。専人の安倍を置いて山口が主導したのは、その性格と、第二航空戦隊が主力と考えて、重要な戦機でもあったためである。接近したのは攻撃力発揮と攻撃隊を収容を、するためであった。二時にわたる航空攻撃の結果、敵主力空母、ヨークタウンを、大破、あと、潜水艦、 E168 により撃沈させるも、第三次攻撃は攻撃力消耗から、白母攻撃を予定していた。山口は、飛竜には、他の空母の艦上戦闘機もあるので上空警戒機で、阻止できるという判断をした。水上偵察機、戦艦春名所属機が敵機を発見し、直接警戒しているので、飛竜は、警戒を、現に死13機を上空に上げていた。だが、 SBD ドーントレスの攻撃を受けて、飛竜は飛行艦板を破壊され、初着艦不能となった。山口は総員を飛行艦板に集合させる。皆が一生懸命努力したけれども、この通り本館もやられてしまった。力尽きて陛下の艦をここに沈めなければならなくなったことは、極めて残念である。どうかみんなで仇を打ってくれ。 ここでお別れすると告げ、一同水坂月を交わし皇居洋配施政寿の万歳を唱え軍艦機と正機を奉納した。部下は大官を混成したが、山口は受け入れなかった。また浅川正春、比留主計長によれば、に公選参謀、比留副長、比留各課長、幹部は、比留と共に沈むことを申し出たが、山口と比留艦長、各留尾大,大佐は、 二人だけで良いとして退去を命じた。各員と握手を交わした時の二人について、朝側は、まるで散歩の途中でさようならを言うように淡々としていたと回想している。この時、主席参謀、伊藤清六中佐が何かお別れにいただくものはありませんかと頼むと、山口は黙って自分のかぶっていた戦闘帽を渡した。飛竜を 来撃処分した第10駆逐隊司令、安倍敏夫大佐が連合艦隊司令部で証言したことによれば、山口は訓示の後退官を願う部下達の静止を振り切り、マスクをかぶり、環境に登られたるが、あと、再び姿を見せられずだったという。この後、飛竜は、第10駆逐隊の駆逐艦、剣運に来撃処分されたがすぐには沈まなかった。翌朝、空母、 王将偵察機が、飛竜飛行艦板で帽子を振る生存者を発見。駆逐艦、谷風が、飛竜処分のために派遣されたが、すでに、飛竜は沈没していた。飛行艦板で手を振っていた人影は、飛竜の来撃処分を知らなかった、機関下部員で、後に米軍によって救助された。10月10日、山口の葬儀にあたり、昭和天皇は、徳川義弘。 自重を直視として左見し、再資料を可視した。翌日、葬儀は、青山斎場で行われた。山口と各の戦士は、翌年、昭和18年4月24日夜に放送された、帝徳の最後と題する番組で公表された。戦士により、海軍中将に進級、昭和18年7月13日付、海軍事例広報、部内言。 1> 第戦1 7 0号で公表。同日府で、各留尾大,大佐、飛留艦長、岡田自作大佐、加賀艦長、柳本隆作大佐、総流艦長も、それぞれ進級した。飛留に掲げられていた山口の少々機は、生還した第二航空戦大戦人参謀、伊藤清六中佐に託され、広島県呉市の呉市海事歴史科学館に展示されている。 同じく、伊藤千人参謀に託された、山口の戦闘棒、第一種略棒、艦内棒であったは、海軍兵学校の跡地である、海上自衛隊、第一十家学校、広島県江田島市にある教育参考館の六号室に展示されている2009年現在。大きみに尽くす、誠の一と筋は、港の道にも通り不なる乱の和歌も残されている。墓所は、 東京都港区の青山墓地、宇がきまとい中条、ミッドウェイ海戦時連合艦隊参謀長。山口と海軍兵が行動機は、山口は潜水艦を専務とするも合気過端にして見識、高いと評価、戦死を聞いて、痛恨限りなしと痛み、あまりの宮中最も優秀の人血を失うものなり、と最大級の賛辞を送っている。後に、山口選手時の詳しい状況を聞き、 見事なる、悟る悟る立派なる最後、彼満足して、生きたり、師匠を得て、その精神を一万代に残しうるしは、幸なりと忍んでいる。大西滝次郎中将は、山口の死は一時に、大関数席失う、以上の損失と死を惜しんだ。福留茂中将によれば、山口は航空に関しては素人であったため幕僚に、いいかと聞く、いいかいいか指令と自称していたという。 草加龍之助中将は山口を部内にも名簿ある三拍子も四拍子も揃った名帝徳と評価する。角田各次少将は山口の戦士を聞き山口を機動部隊司令長官にしてあげたかった。彼の下でなら喜んで一部将として戦ったのに年を惜しんだ。玄ヶ実元第一航空艦隊参謀は第二航空戦隊司令官としての山口と交流があった。 第二次ウェイクと攻撃支援の際に、総流艦交代の名パイロットだった金井一、空想が撃墜されて戦死すると、山口は内地帰島後に檻に触れて、金井を殺すようなら、あの時彼を飛ばさなければよかったとしんみりと語り、現田は、この人、山口にもこんなしんみりした反面があるのかと思った、と。また山口について、後には連合艦隊長官級の人物となり、 秀政ネルソンにも匹敵すべき名称となったであろうが、本当に惜しい人であったと語っている。淵田光雄大佐によれば、山口は当時の海軍の武将中ではナンバーワンの俊英であり、頭はシャープで海兵の赤地が優秀な人が戦闘でパッとしなかったのに比べ、山口は勝負度胸も太く、見識も優れ、判断行動ともに機敏であったという。第二次世界大戦における、 アメリカ海軍の戦士編さ担当者、サミュエル・モリソン、アメリカ海軍少将は、山口を結出した海軍将官であると評価し、山本の後継者に想定されていたと言われていると、紹介している。保坂正康は、山本56、連合艦隊司令長官が、ブーゲンウィル島上空で戦死した、海軍港事件の際、山本の搭乗機を待ち伏せて撃墜する作戦について、 チェスター・ニミッツ、アメリカ太平洋艦隊霊長官は、山本が死んでも有能な後継者が出てきては困ると懸念したが、部下の山口多門は有能であったが、すでにミッドウェー海戦で死んでいるので、問題ない胸の意見を採用し、この作戦を決裁したと述べている。一方、イーーポッターによれば、ニミッツがエドウィン・レートン、太平洋艦隊情報参謀と、 日本海軍の提督たちについて、あれこれと検討した後で、レートンが山本五十六は彼らの中で頭一つ抜き出た、日本海軍における最優秀の指揮官であり、山本を殺した後のことを心配する必要はない、胸を二三つに述べて納得させたのだという。山口家は豊臣秀吉に仕えた武将、山口宗英の子孫である。父、周儀は旧松江藩士であり、 大倉省から日本銀行理事、父の辞典は日本初の工学博士で建築家の山口半六、父の末邸は京都大学教授、学習委員長、宮中顧問官を歴任した山口栄之介。また兄の三菱銀行常務、山口健吉の妻てるは大久保利道の名である。戦後の親戚に日塗りエンジニアリング社長、日本塗料常務の山口修授。 レーシングドライバーの山口玲がいる。奥宮正武、海兵58期、海軍中佐、戦後に、空将は、愛、向子。山口と奥宮の妻同士が姉妹。山本56とネルソンを尊敬していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。